皆さん、こんにちは。今回は、将棋の勝ち方をお教えしたいと思います。まあ、すごい急なんですけども、まあ、なんで急にこんなことを言い出したかっていうと、まあ、最近、まあ、自分も含めてそうなんですけども、結構基本すぎて忘れがちというか、基本なんですけども、それが故にこう、忘れがちなすごい大事なことがあるなと思ったので、ちょっとそれを紹介していきたいと思います。まあ、何かっていうことなんですけども、 まあ攻めていくときに自分のこう攻め駒が集中しているところから攻めるっていうことをですね、これが案外忘れられがちというか、あんまりこう言われないというか感じするんですけども、結構どの将棋も定石見てみても、やっぱり自分の攻め駒がこう集中しているところから攻めていくのが基本になってて、 それを意識すると結構違ってくるのかなと思ったので、ちょっと紹介していきます。でこの将棋もこう攻め駒を集中させて、まあ、そこから攻めていくっていうのを意識した将棋になってます。まあ、この出だしは、まあ、最近ハマってるこう4筋の位を取って、まあ、その下に角を打ってこう相手陣を牽制するっていう指し方なんですけども、まあ、このあたりは定石ですね。 一つ定石とななっている形になります相手の方の形は8一飛車6二金型っていう、まあ、最近一番流行ってる形ですね。まあ、プロの将棋で角換わりといえばもうこれっていうぐらい、まあ、この形が流行ってますね。まあ、ソフトの影響でこの6二金8一飛車の形がすごい優秀とされててまあこう有力と見られてるっていうところでまあこう大勢の方が今指してるっていうところですね。 まあ、それに対して、こっちはこう四筋い取りの形で対抗していくっていうところなんですけども、まあ、相手言って5四歩とついてきましたね。まあ、今5筋の歩をついたところで5、5四銀と腰掛け銀に構えることの方が多いんですけども、まあ、5筋の歩をつくのも有力で、まあ、この後5一飛車と真ん中に飛車を回って、五5筋から攻めようっていう狙いがあります。まあ、本譜もそういった展開になっていくんですけれども、まあ、こちらとしては歩をついて、 まあ冷静にこう人形を整備していく感じで大体、ね、よかったら飛車は回ってきて次5五歩と銀取りに歩を突いてちょっとこう銀をいじめようっていう手を狙っているので角を打って防ぎました、まあ、これに5五歩なら同角と取っておいてまあ同飛車なら同銀と取り返せるので大丈夫ですねなので角を打つことでこう5五歩とこうついてくる手を警戒している意味があります 相手の方としては5 5歩と突く手ができなくなったので、ここから動作していくかっていうところなんですけども、まあちょっと玉が不安定な形なんで、まあ玉を囲う手が自然ですね。まああとはまあ2 4銀と守りの銀をこうちょっと2筋に出て、まあ次に3 5歩とかこう、系統を攻めるような手も狙うっていう手もこう角刈りでよく出てきますね。 ま、24銀と2筋に銀を出て、それに対して25歩と飛車先の歩をついて、こう銀取りにする手はあるんですけども、ま、そこで33銀と引いておいて、ま、その局面はこちらが飛車先の歩をこ2個ついた形になるんですけども、2個ついちゃうと、こう25桂と桂馬を右側に跳ねる手ができなくなるので、相手の方としてはそれの方が得と見て、こう24銀と2筋に銀を出てくるみたいな手も角代わりで時々刺されます。 まあ、こう2、2四銀に対しては、まあ、こちらも、なので、こう、すぐ2五歩と突くかは難しいところで、まあ2、2五歩と突かずに7九玉と玉を囲っておくような手も考えられますね。まあ、相手の方は本譜、まあ、そういった手ではなくて、5三角と角を自陣に打ってきました。まあ、この後5三角と5筋に角を打ってくるんですけども、まあ、角を打つことで、ちょっとこっちの右側を牽制して指していこうっていうのが相手の方の狙いですね。 ここに角を打っておくことでまあこっちの陣地の右側に利かしてるのでまあちょっとこう右側を牽制して、まあ、いつでもこう右側から動けるような手も狙いつつっていうところですね。まあ例えば相手の方に一歩入れば3五歩と3筋の歩を突いてくる手があって同歩なら3六歩と系統に歩を打って攻めれますし3五歩に同角なら同角と取って同歩に3六歩とやっぱり3筋からこう攻めていくような手があります。 ただまあ、今すぐはこう、相手の方、歩を持ってないので、こちらは玉を囲っておいて、まあ、右側から動かれた時に、こう、戦場から玉が遠ざかってる意味がありますね。まあ、ここまで囲えれば、こちらはもう十分なので、この後は攻めの陣形を作っていきます。まあ、どう作っていくかっていうところなんですけども、まあ、この後ちょっとこっちミスが出て、まあ、ちょっとこう、微妙な感じになっちゃうんですけども、まあ、この後はまあ、 2五歩と2筋の歩を突く、まあ、2五桂と跳ねられなくなっちゃうんで微妙なんですけども、まあ、2五歩と2筋の歩を突くような手も考えられますし、まあ、あとは、6七銀と銀を引いて、銀ヤグラに組むみたいな手も考えられますね。ただちょっと格闘を狙われているので、本譜こう、飛車を回って格闘を守ったんですけども、これ動いちゃうと2六角と歩を取られるので、ちょっと微妙だったかもしれないですね。この手がちょっと対局中見えてなくて、 反省なんですけども。まあ、ただ取られたんですけども、まあ、致命傷ではないというか、まだ難しい勝負ですね。2筋の歩は取られても、そこまで痛手ではないので、まあ、難しい勝負になります。で、まあ、今、歩も取られて、ちょっと戦いも始まってきたので、まあ、ここから、こう、どう攻めていくか、こう、どう戦いを起こしていくかっていう勝負になってくるんですけども、まあ、最初に言ったみたいに、やっぱり攻め駒の集中しているところから攻めていくっていうのが大事ですね。 逆に言うと、どこかにこう攻め駒を一つ集中させて、まあ、そこから攻めていくっていうのが大事になります。まあ、例えばこの形、相手の方は今4筋にこう戦力を集中させてて、44の地点がすごい駒利いてるんですよね。なので相手の方はこの後44歩とこう4筋から動いてくることになります。まあ、そんな感じで、やっぱり自分のこの攻め駒の集中しているところから攻めるっていうのがすごいこう勝つために大事なことかなと思います。 やっぱり基本的にはそのどの将棋もこう攻め駒が集中しているところから攻めていっているのでまあそういうことをこうやっぱり意識するのは大事かなと思います相手の方は銀を出てこれは先ほどまあちらっと言ったこう3五歩と3筋の歩をついて系投を攻めようっていう狙いですね3五歩同歩同銀みたいな感じまあ角も効いてますしまあこれも一種こう攻め駒が集中しているところから攻めるっていう狙いですね こう銀を出たことで、3筋に攻め駒を集中させることができたので、まあ、そこから動いていくまあ、24の銀はこう守り駒なんで攻め駒とは言わないかもしれないですけど、まあ、自分のこう駒が集中しているところっていう感じですね。自分のこう駒が集中しているところから動いていくっていう形になります。まあ、こちらはこうどう攻めの形を作っていくかっていうところなんですけどもまあ、2筋が今すごい攻め。駒集中してて。 角も桂馬も飛車も効いてて集中してるところなんですけどもちょっと負がないっていうのもあってちょっと細かい技も効かないのですぐの攻めは難しいですねなのでちょっとこう銀を引いてこう待機してチャンスを待つ感じにしましたまあ玉を固めておいて巻いてる方からこう何か攻められた時にそこでカウンターで勝てればなっていうふうに思ってましたあとこの6七銀はもう一つ狙いがあってこの後も刺すんですけども5六歩と 5筋の歩を突いて、さらに5五歩と5五筋から動く手も狙ってます。まあこれは攻め駒を、攻め駒が集中しているところから攻めるっていう話と間、まあ、違うようなんですけども、これは別のこう考え方で、相手の弱点を狙うっていうのがすごい大事で、で弱点になりやすい地点として、相手の格闘があるんですよね。格闘ってすごい弱点になりやすくて、そこを狙うと結構攻めやすくなります。 なので、こんな感じで5筋をついて、相手の格闘を狙ってる感じですね。で、相手の方としては、ゆっくりしてると、こう、格闘を狙われたりして、ちょっと嫌なところなので、3筋から動いてきたんですけども、こちらは狙い通り、5筋の歩をついて、さらにこう5、5五歩と、5筋を攻めていく手を狙います。まあ、さっきのとこ、3五同歩は同、同銀とか取られて嫌だったので、で相手の方の4四歩も、これは弱点を狙うっていう、先ほど言った狙いと同じで、 こちらの格闘が弱いので、こう4筋から動いて格闘を狙ってるっていうところですね。ただこの瞬間はこちらまだ大丈夫なので、ここでこう攻めていくチャンスかなと思って2筋からこう歩を打って攻めていきました。これは狙いは銀を引かせることで相手の3筋がこう弱くなるので、こう3五歩と3筋の歩を取ってこう攻めていくっていうところですね。ただ相手の方としては手番が回ってきたので、ここで攻めていきたいところなんですけども、 やっぱり角頭が弱点なのでそこから動くために4 5歩と角頭を攻めてきましたただこちらとしても事前に5筋の歩を突いてあるのでこう6 8角と角を逃げれるのが大きいですねでまあこちらはこの後どう攻めていくかっていうところなんですけども、まあ、最初をこう言ってるように攻め駒を集中し攻め駒が集中しているところから攻めるのが大事なんですけどもそのためには攻め駒を集中させないといけないんですよね なんで、この後一箇所に攻め駒を集中させるようにさしていきました。で、どこに集中させていくかなんですけども、まあ、結構桂馬がこう4筋に効いてたりして、こう4筋がこう攻め駒集中させやすいかなと思って、この後4筋にこう駒を集めていきます。まあ、3、6、金と上がって、これはこう4、5の地点、相手の死者の前の地点ですね、に攻め駒を集中して、まあ、ある意味こう4筋に攻め駒を効かしてる意味で、 で、こう相手の方は 33K と桂馬を跳ねて45の地点を守ってきたんですけども、まあさらにこう攻め駒を集中させるために、この後48飛車と4筋に飛車を回ります。すべての駒をこう4筋に効かせて、この集中してるところから次攻めていくっていうところをですね、次に 45K と桂馬を左に跳ねて攻めていく手を狙っていきます。結構これでも相手の方としては受けが難しいんですよね。 次4五 k と跳ねる手を狙ってるんですけども、巻いてよかったら受けるなら4五の地点に何か駒を、の利きを足したいんですけども、ちょっと物理的にこう無理なんですよね。4五の地点に駒を足すっていうのが。なので、まあ、こっちがこう4五の地点を突破できることが確定したので、まあ、このあたりはこちらがこう攻めていけるのかなと思ってました。 巻いて良かったとしては、このまま飛車が44の地点にいると、当たりが強いって言って、こう何かと飛車取りになりやすいので、結構嫌な形なんですよね。まあ、飛車はこう上に出すぎると当たりが強いってこうよく言われて、何かとこう飛車取りになってこう困るっていうことが多いですね。なので、本譜はここで43飛車と飛車を1個引いて、こう当たりを避けるっていう展開ですね。こう飛車が 下に下がることで何かとこう飛車取りにならないようにしてきたんですけども、こちらは狙い通り 45K と跳ねて攻めていきます。まあ、この手に対して放っておくと 53K なりと角を取る手があるので、まあ、いつでもこうそういう手を狙えるので、相手の方は同桂とこの桂馬を取ってきたんですけども、まあ、同金とこちらは攻め駒をこう前に進めることができるので十分ですね。相手の方は33銀と上がってこう4筋を補強しつつ、 ま、飛車を一番下まで引けるようにしてきたんですけども、ここは手番が来たので3、3四歩とついて攻めます。まあ、これ、こう3筋の拠点ができるので大きいっていうところですね。まあ、こんな感じで拠点を作れるときはどんどん作っていくとかなり勝ちやすかったりします。で、この後4四歩と4筋にも拠点を作ります。やっぱり拠点はすごい価値が高いので、打てるときはどんどん打っていきたいところですね。まあ、この後4四歩と4筋にフォー打って、 まあ飛車取りなんで飛車を逃げてくるんですけどもこれですね歩を打って飛車取りなんで逃げてくるんですけどもまあ弱点である角頭を狙ってさらに攻めていきましたまあ同歩なら5 4歩と角頭に歩を打って攻めていこうっていうのが狙いになります相手の方は6 5歩とついてまあ攻めつつ6 4角と6筋に角を逃げる手を見せてきたんですけれどもまあこの6 5歩自体がまあこちらの玉すぐ こう攻められるとかそういういいわけでではなのこまあ例えば5四歩と角取りに歩を取る手もあるんですけどもまあちょっとこう攻め駒を補充したいなと思ったので5四金と出てこう駒交換をしてこう銀を入手してその銀をこう打ち込んでいきました。まあ、これも一種こう攻め駒が集中しているところから攻めるっていう考え方でまあ今4筋にまあ拠点があったり飛車が効いてたり。 こう攻め駒が集中してるのでそこに銀を打って攻めるっていう感じですねで。相手の方は歩を打って受けてきたんですけどもまあ金を剥がして、まあ、相手玉が少し薄くなったっていうところですね、まあ、ここは金も剥がせましたし、まあ、こちらがいいと思うんですけどもどう決めきるかっていうところですねまあこう4筋から攻めていきたいっていうのもあるんですけども攻め駒が集中してるのでただ相手の方の守り駒はもすごい集中しててしっかりしてるところなので。 ますぐはちょっと難しいのかなと思ってました。で、この局面ちょっと角が使えてないので、なんかこう角を使って攻めていけるといいかなっていうふうに思ってました。まあ、その角をどう使うかっていうところなんですけども、まあ、角をこう相手陣に効かしていきたいと思ったので、本譜2四歩と2筋の歩をついていきました。まあ、これ同歩なら同角と取っておいて、こう相手陣に効かすことができるので、まあ、角が活用できるかなっていうところですね。 相手をかたは取るのは言いなりに、こっちの言いなりになると見て、角をなって反撃してきたんですけども、歩をなって、同玉に一回金を打って、こう、上部を押さえて、相手玉を下段に落として、さらに歩を打って攻めていきます。同銀なら玉頭にこう3三歩なりとと金ができますし、銀が逃げても3三歩なりとと金を作れます。ここで4八馬と飛車を取ってきても、 2 2歩成りと銀を取って、同玉に3 3歩成りから積むので、相手玉は受けが難しいですね。3級から1級の傾けに、達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しい内容やご登録は概要欄からチェックしてください。よろしくお願いいたします。